はい、僕八丁リコです。では泉方面に向かいますね。暑くなってきましたね。仙台市ですね。この岩切大橋の右折もちょっと苦手なんですよね。温度計が一気に28度まで行きましたね。前のトラック、あれじゃないですかね、丸太を運んでるトラックですね。
便利ですね。
ますね。別の時間考えると変わらないかもしれませんね。短いですね。ちょっと待ち時間が多かったですけど、もう目の前で着いちゃってるんですけどね。駐車場が満杯なんですよね。じゃあ止めましょうか。
それではこちらでカットします。失礼します。はい、演目82号です。今ですね、半樹木の湯でちょっとのんびりしてきたところですね。とこれからですね、また波動さんの方に向かいますね。平日なんでですね、国道4号は空いてると思うんですけども、こちらですね、快活クラブさんももう1年近く行ってませんね。会員証作ったのはいいんですけど、ちょっとなかなか行く機会がなかったですからね。半樹木の湯はですね、やっぱりサウナがいいんですけども、やっぱりマイナスイオンルームがですね、快適すぎて、今日ちょっと1時間くらい寝ちゃいましたね。ちょうどいい感じで、過ごしやすい状態なんでしょうね。
つい焼けしたような感じですけれども、いけませんでしたね。こちらの今日のですね、ビジネスホテルが2カ所ありますね。スマイルホテルとデルトインですね。初めてですね、まあ、機会があればちょっとこちらの方も宿泊してみたいですね。ルートインは結構人気があるんで、早めにですね、予約しないと取れなかったりするんですよね。
ですね。それではこちらでカットします。失礼します。